刻11時53分になりました。企画開始から丸24時間経過すね。さすがに疲れた、運転失敗してね。今滋賀まで入りました。大津サービスエリアも半島滋賀入ってです、すぐのすぐですけどね、ちょっと休んで帰りしようと思います。もう腰が限界、さすがにね、あんだけずっと下道で山道走ってましたんで、ね、さすがに腰に来た。まあ、サービスエリアならね、ちょっと気兼ねなく休ませてもらいましょう。よし、さあ、ということで食べてきましたけどね、琵琶湖カレーでなってたかな、980円だったんですけどね、これね、あのパッと見の正面紙で見たらダメですね。正面紙で見たら、おお、なるほど、ちょっと大きいカレーやなと思いましたけどね、こう斜めにしていくとね、斜めにしていくね、動画撮ったんでね、見てもらったらいいと思いますけどね、こう斜めにしていくと、えげつないお米の量ありまして、ね、まあ、どっちかというと持った瞬間に分かりましたけどね、はーいって言って、こうやって、おかしいなって、いやー、がっつり食いましたね。言うて、誠屋でラーメン食ってから、2時間ぐらいしか経ってねえんじゃねえのって言われそうですけど、日付またいだんでね、3分だったんで、12時3分だったんで、翌日の朝飯です。はい。最近このパターンですね。血糖値が上がると、アホみたいに、鼻血が吹き出てくるっていうんでね、それがあるんでね、なかなかね、ゆっくり食事ができないというのがね、最近の難点ですけどね、多分どっか浅いところの悪いところが悪い血管が切れちゃってますね、ですんで、だいたい飯食ってふーってね、一息捨てて胃に回ってくるとね、ガーッと出てくるんで、多分血糖値かその辺りが関係してくるんですよね。でまたなかなか止まらないんでね、もうさっきもティッシュの箱を切れちゃってね、慌てて途中でね、あの亀岡のあたりで買いましたけどね、とりあえず止まるのを待って、そこから一休みしてね、また向かっていきたいと思います。ちょっとしばらくだ、ちょっと無理だわ、話も出てるし。はい、ということでね、無事四日市に戻ってきました。なんとか戻ってこれました。時刻が2時半ちょうど、ということなんで、約26時間やりっぱなしで行きましたね。いやー、久しぶりに26時間って久しぶり、でもちょっとでちょっと半日取ったりはしましたからね、あれですけど、昔に25時間ぶっ通しで言うて、ほんとき、あの時は本当に延々と運転してましたからね、新居浜行って帰ってきてたんですね、日帰りで行ってきたことありましたけど、その時以来ぐらいの、なかなかなですけど、まあ途中だいぶ電車乗ってたんでね、それは稼げましたけどね、ということで、まあきつい企画だったですけど、とりあえずね、最後にカメラのね、様子だけね、説明しておきましょう。直ってるかな、どうかな、パチって開くと、まず、反応しね、マニュアルで入れるとこんなとこ風に出るんですけど、この強制も何も出なくなっちゃうんですよね。で、なんか画面が全部消えちゃうんですよ。で、開いてみますけど何も映らないんですよね。完全にカメラのデータが飛んできてなくて、で、しばらくするとこんな感じでエラーを検知しましたって出てしまってね、見えるかな、
エラーを検知しました。もう一度設定し直してくださいって出て、そうするとちょっと画像が映るんですけど、これが完全にもうボケた画像しか映らないんですよ。ピンボケした画像しかね。なのでもう完全にダメなんかな。あの、あからさまにここのズームが動かなくなっちゃってるんで、ちょろっとしかね、なんで多分だかなりきつそうですね。修理して治るのか、なんかダメっぽい感じがしますね。言うて、2019年からのね、スタートして しばらくしてからか、使ってましたから3年か、使い倒してましてね。まあちょっと熱いところやっぱ使っとったのが効きましたね。ってことで、まあ、ちょっと厳しそうですね。どうしよう。ちょうどお盆に入っちゃうんで、多分メーカーに修理出すにしても多分ねお盆に帰ってこなくなっちゃいますし、チェックね、頭みたいな、今回の企画とかで予算使っちゃってるんで、もうさすがにビデオ買う予算ようやりくりできやしね、まあちょっとスマホでとにかくどうにかするかっていう感じですね。とりあえずこっちの熱対策の方法はちょっと思いついたのと、あの昔の古い、スマホが残ってるんで、それなんかをちょっと駆使して、うまいことやっていこうかと思います。ということでね、またそのあたりもね、楽しんで、いただけるようにね、またちょっと工夫してね、ちょっとお盆も考えてやっていこうと思います。まあただ上がってるのは多分年末、秋とか年末になってる可能性があるんですけどね。あの24時間耐久、動画投稿生活、あれが、多分相当尺食うと思うんでね、そんな感じでございます。とりあえずこのシリーズはね、何だったっけ、これ何のシリーズだったっけ、あれだ、京都丹後鉄道、ターミナル駅完全制覇の旅ね、ゆら3号カンコレのね、ゆら号ラッピング車運行記念はかっここじつけな感じのね、やつでしたけどね。まあそんな感じで、今日はこれで終わらせたいと思います。まあ最後にアルコーヒー飲んであげて、なんとか帰りたいと思います。雨は強くなってきてるけど、以上です。ご視聴ありがとうございました。